アッパーは、オランダのタレスネーデルラント社が開発した、多機能レーダー。名前の通り、アクティブフェーズドアレイアンテナを用いたレーダーであり、本レーダーの名称は、その略称である。本機は、ナズの中核となり、目標の創作、追尾及び射撃式を一手に担う、多機能レーダーである。3424個の素子を並べた、アクティブフェーズドアレイアンテナを4面有しており、 登場の構造物の周囲に集中配置している。各面が上下左右に120度ずつの探知範囲を持つことで360度全周の探知が可能になっている。アレのそれぞれに信号処理、ユニット、データ処理ユニットが接続されており、各アレンを4つに分割して、それぞれに2発ずつのミサイルの誘導を割り当てることができる。これによりシステム全体では、 最大で32個の目標と同時に交戦することができる。さらに、200の対空目標と150の対水上目標を同時に処理できると主張されている。到達性よりも解像度を重視して、動作周波数は X バンドを使用しており、探知距離は1 5 0トルと比較的短い。このため、ナズにおいては、 より長距離の捜索を担当するスマート、L レーダーも連接されて、アパーを保管することとなっている。アパーを含むナズは、当初、TFC 計画艦に搭載されることになっていた。TFC 計画より、スペインが離脱した後、計画は、オランダとドイツのみで続行され、これに基づいて建造された、ザクセン級フリゲート及びでベンプロビンシェン級フリゲートには、 本レーダーが搭載されている。TFC 計画に参加していない韓国やオーストラリアに対しても、なずに含まれる形で提案されていたが、いずれもイージスシステムに敗北し、採用には至らなかった。初の海外顧客は、デンマークであり、アイバー・ヒュイトフェルト級フリゲートに、アパーが搭載されている。ありがとうございます。